本当にヤバい心霊写真見たくありませんか？今宵は想像もできない恐怖があなたを襲う。ちょっとおかしなところがいくつかあるらしいんですよね。いやー、映ってたもんね。上半身だけの女の子を見たり、黒い影が集まる部屋があったりと。本当にあった視聴者様からいただいた心霊写真はい。ということでやっていくんですけれどもね。よろしくお願いします。新年一発目の心霊写真ということで。はい。素晴らしい。今年一発目の心霊写真企画なんで。はい。ちょっと派手に。やっていこうかなと。派手にやっていく？なかなかすごいのが揃ってるんじゃないですか。あらららららら。派手にやっていく。派手にやっていきましょうよ、もう。だからもうね、今年の勢いをつける動画ですからね。もちろんそれはね。ここが失敗したらもう2024年全部失敗すると言っても過言じゃない。過言じゃないんですよ。いや、そうよ。だから本当視聴者の皆様、本当あなたたちにかかってますので。再生数というのもね、それはもちろん大事ですからね。大事ですから、ちょっとやっていきたいんですけど。お願いしますね。12月ちょっと動画投稿してなかったじゃないですか。確かにね。だから今こうやってバタバタとね、1月分の動画撮ってるじゃないですか。撮ってますよ。こんなに忙しいことやってたんだっていう、なんかありません？いや、そうよ。こんなにロケとかも行ってたっけと思って。いや、稼働が多いぞ。だからほんと目つぶってやってたんだろうな、多分。もうなんか、前は白目向いてさ、ああ、そうな。やってたんだと思うよ。うん。はい、ということで、今回もですね、心霊写真たくさん送っていただいてるんですけれども、なかなか怖いものがたくさんなので、サトシの解説付きで、素晴らしい。やっていこうと思います。その前にですね、チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。それでは、視聴者の方からいただいた心霊写真を掃除していきましょう。ペロリンよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい。まず最初の心霊写真なんですが、あやっぺさんからいただきました。あやっぺさんどうもありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。あやっぺと申します。はい。いつもペロリンチョが聞きたくて見てます。珍しい。珍しいとか言うなよ、お前。ペロリンチョが聞きたくて見てます？あんなに評判の悪いペロリンチョを愛してくれてる人がいるんですから。だからこれはやめらんないね、じゃあもうね。やめるつもりねえか、別に。やめるつもりねえ。ここのメンバーが敵になってもやるつもりねえ。さすが。そう。いいね。それはお願いしますよ。あやっぺちゃんありがとう、ペロリンチョ。お願いします。おい。で、本題なのですが、最近実家で昔の写真をみんなで楽しく見返していたところ、気になる写真が1枚あったので鑑定をしていただけたらと思い、DMをさせていただきました。はい。ということなんですけれども、ちょっと最初見てみましょうか。見ますか。うん。一発目の心霊写真。最初の心霊写真、こちらです。はい。はい、なんだ？こちらわかりますかね？人が写ってる？横顔みたいな？違う？まあ横顔があって、なんか小さい子供が、まあお子さんか何かがね、なんかこれはいるでしょ。よちよちしてんのかななんていうふうに思うんですけれども。どこに目がいったけどね。はい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 。違う？でこちらちょっとどこがちょっと怖いのかっていうのをまだわからないと思うんですけれどもね。そうね。はい、こちらの写真見ていただいている写真なんですけれども、ちょっとおかしなところがいくつかあるらしいんですよね。おかしなところ。写っている、まあ小さい子供は、この投稿していただいている、方なのが1歳の時の子なんですけれども、なんか変な写り方してる。いや、そうなんですよ。そこがちょっと気持ちが悪い部分ということで、サトシさんに鑑定していただきたいということでいただいたんですけども、まず一つ目のおかしいところは、被写体の女の子の前に白い人影のようなものが写っているということ。確かになんかこんな瞬間を撮るかとは思うね。こういうものに対してみんなピンときてないんですって。ああ、撮った覚えがないみたいな。撮った覚えがないっていう。で1歳の誕生日の時の写真なのにこんな風に撮るものなのかと。いや、そうね。変だよね。いうものがあったりで、この下に出てくるちょっとなんか杖を持ったような手みたいなの分かります？杖を持ったような手。拡大しますね。これです。はい、はい、はいはい、これね。うん。これが人形の手のようなものに見えると。これは何なの？これはなんかの模様じゃなくで、これがだからそもそも気持ちの悪い写真で何の写真なのかもあんまり分かっていないと。ほう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 。確かにどこをどう見ていいか分かんないの。この白いものが何なのか、だとしてこの模様っぽいものが何なので、服がこう下に見えますよね、茶色のコート。はい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 、それは見えます。それとなんか顔の位置もやっぱり近くおかしいような気もしてるんですよね。この子の。はい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 。これは何なのかということなんですけれども、こちらですね、解説いたしますと、この写真は今から25年前の私が1歳の誕生日で一寸餅をしていた時の、一寸餅？ごめんなさい、一生餅でした。一生餅。感じは弱いんで。一生餅をしていた時の一枚です。はい。場所は、元祖、ごめんなさい。元祖父母は本当にいい加減にしてください。こっちのセリフ。笑いましたね。笑っちゃいましたよ。元祖父母。ごめんなさい、本当間違えました。ちょっと字面がね、元祖なんとかラーメンみたいなの多いんで、行きまくってるから、この字面だと元祖に見えてしまうというね。まあ、確かに、あんま見ない感じの書き方かもね。もっと、祖父母の小さい頃に住んでいた家なのかわかりません。見たらわかると思うんですが、私とカメラの間が見えないくらい人影がありますと。そうね。白い人影がありましたね。あれは確かに。というのがちょっと気持ち悪いということなんですけれども、で、家族もこれは変な写り方で気になるところなので、ぜひ心霊写真なのかどうか、サトシさんに鑑定をいただけたら嬉しく思いますと。そうね。いうことなんですけれども、これサトシ的にどうなんですかね。僕もちょっと、これ前に立っているのが例えば霊体だとしたら、あまりにも過ぎてね。まず霊はいますね。いる。はい。どこにいるんだこれは。ではない。白いこれがどれだかはわからないんですけど。それじゃないんだ。真ん中に、本当に真ん中に映ってます。かぶっているってこと。白いものがわかんないってどういうことだ。白いもの。真っ白のがあるじゃん。あ、壁みたいなやつ。はい、そう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 。このはい端っこ中央よりはに映ってます。へえ。かぶっているってことか、人が。真ん中に立ってるっていうか、何なんでしょう、この足、腰から下が映ってるみたいな感じですね。昔は携帯じゃないからね、フィルムっていうかちゃんとカシャカシャって撮ってるわけでしょ。この白いものがなんかレースのようにも見えないんですよ。そうだ、なんだかわかんないね、これが。で、壁っぽくもないし、そうなんか人っぽくも見えないよね。なんだこれ、謎。非常に謎が呼ぶものなんですけど、サトシ的には中央らへんに霊がいる写真だと。腰から下が見えてるってこと。はい。はあ。なるほどね。まあやっぱそういうことなのかな。これちょっとなんか見てもなんだこれってなるもんね。そうね、なんか気味悪い写真には見えるよね。はい、ということで、ちょっとこれは、サトシ曰く、霊が映っていることなんですけれども、白いものっていうものではないってことだよね。そうね。それとは別に映ってるってことだよね。白いものは何なんでしょうか。おそらく、結局わかんない。まあ、サトシが見ている幽霊の一部の可能性もあるよな。それが、こういうふうに映ってるってことか。そうね。はい、ということで、あやっぺさんどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、どんどん参りましょう。続いて、りさんからいただきました。りさんどうもありがとうございます。ありがとうございます。心霊写真を送りたいのですが、こちらでよろしいでしょうか？もちろんでございます。もちろん、届いております。ありがとうございます。すでに違う家に住んでおりまして、前住んでいた家の写真なのですが、嫁が仕事へ行っている時に、犬が玄関の方に向かって吠えた後、そちらをしばらく見ていたので、嫁の帰りを待っているんだなと思い、可愛くて撮った写真です。はい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 。ということなんですけれども、その後すぐにですね、その写真をお嫁さんに送ったと、そのか待ってるよなんですけどね、するとこれお化けと返信が来たそうなんですけど、怖っ。その写真どんな写真なのでしょうか、見ていきましょう。こちらです。はい、はいはいはい。こちらですね。なんかめっちゃ尻尾フリフリして前を見てるけど、尻尾ぶりですごいね。ブレにブレてるね。なんか白い影っていうか、なんか気になるのこれ、なんだこれ。なんか腕というか、なんかグワグワグワってなんかなってる。なんかなんだこれ、まさにちょっとパルマ君が指摘していただいた、うんうん、これなんですか、ぐる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 してるよね、なんか白い腕をこうやってるようにも見える感じ、うん、なんか要は、扉があって、はい、右側の方にちょっと怪しげなオーブなのか、ね、白いなんか霊体なのか、変ななんか映り方してる、映りますよね。ちょっと暗いしてみましょう。こんな感じなんですけど、なんだこれ、これ何、気持ち悪いよね。腕が出てから体もあんのかな、なんか、うん、ぼやーっとなんかね。ワンちゃんがそっちの、いや、右側を向いてる感じもしません、ね。そう、ね、そう、まさにそっちを見てるよね。ね、その霊がいそうなところを見てる感じする。はい、まさにパルマ君が、指摘していただいたこの白いところが奥さんも気になったみたいで、やっぱりそうか、返信が来たそうです。はい、こちら解説いただいておりまして、はい、当時はそれ全く気にしていなかったそうなんですけれども、うんうん、先日この写真を見ていた時に今の家でも犬が同じように玄関に向かって吠えました。知人で霊が見えるという方に見てもらったところ、うんうん、顔ががっつり写ってると言われ、他の知人にも同じ場所を指摘されました。そうなんだ。僕には全く分かりませんが、点点点。写ってたもんじゃん。そうだね。で、岡杉さんはどう見えるかと思いお送りさせていただきました、はい、今考えると前の家では金縛りや過呼吸などが頻繁に起きたり、やばいじゃん、嫁の後ろで立っていたなど、うん、霊がいたのかなと思わせるようなことが多々ありました、うん、ということなんですけれども、いやちょっともう出てるじゃん、霊障がもう金縛りにも入り、でもあの形ちょっとおかしい気がするんですけど、見たことない形、霊が見える方からしたらがっつり顔写ってますよっていうことだよね。正直顔は分かんないけどな。そう、顔分かんない。サトシが見たら顔が見えるのかどうかって気になるね。どうか。はいはいはい。どうぞサトシさん、鑑定お願いいたします。まず、はい、まずいくつかあるよこれ。もう始まりがもうまず。僕は顔が見えないんですけど、顔が見えるって言ってるところは右側だと思うんです。この白いところ。はい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 。僕がパッと見た時に、うん、ここに絶対いるなって思ったのが白い真ん中の線あるじゃないですか、左側にいるのがすごい分かったんですよ。ほう、左なんだ。そこが一番強くて、要は白い方じゃない方が強いってことか。はい、そこにいるのが分かったんですよ。はい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 はあ、左側なんだ。なんでこう扉をこう挟むようにしているのかなっていう、端と端、外と内側にいるのかなっていうイメージですね。へえ。この白いやつはミスリードってことだね。こっちだと思わせてる、本当はこっちだぜっていう。本当に悪いやつってそうじゃないですか。本当に悪いやつ、そう、うん、だからこのやばいやつを置いて、後ろには本当にやばいやつがいるっていうことですから。ボスが裏に潜んでるってこと。いや、そうですよ。本当にこれ大変ですよね。その扉の奥も見えたわけ。はい。すごくない？霊視だよね。扉の奥にいるんだ。はあ。じゃあこれマンションなのか一軒家なのかわかんないけど、家の周辺がちょっとやばいんじゃないかみたいなイメージなのかな。そうですね。この家で待ってるのかなっていう。待ってる？扉が開くのか、なんか人が出てくるのか。出入りしてんのか、じゃあそこの霊は。かもね。今その入り待ちで出るのを待ってるみたいな。あ、そうかもしれない。だから本当奥さんの熱狂的なファンで、奥さんの入り待ちしてるかもしれない。怖っ。それでバレないと思ったんだけど、愛くるしいね、このワンちゃんにバレちゃって。で、急いでミスリードを作って、そういうこと？全部話がもうできましたよ。こっちだよーって言って、まんまとぶかして、で、ワンちゃんも騙されてんだじゃん。ワンちゃんも騙されてますね。いや、すごいなぁ。やっぱりワンちゃんっていうのは見えるっていうのは本当なんですね。本当だね。どっちにもいるってことなのじゃん。こっちには弱いのがいて、こっちには強いのがいるみたいな。ってことじゃないですか、やっぱり。はぁ。そんな気はしますよね。そうね。でも本当でも過呼吸になったり金縛りになっちゃうっていうのはね、危なかったね。危なかったね。引っ越してよかったんじゃない？そうだね。で、今でもちょっとあるっていうからね。そうか。今の家でもワンちゃんが同じように玄関に向かって吠えると。ついてきてるってこと？だからさ、ワンちゃんってやっぱ不思議だなと思うんだよね。うちもワンちゃん飼ってるじゃないですか。そうですね。心霊スポットから行った帰り絶対吠えるんですよ。それなんかね、いくつか動画でも話したことありますけど、これもやっぱマジで。やっぱマジなんだ。俺、友達のお葬式行ったことがあるって言うんですけど、その帰りもすっごい吠えたんですよ。へえ。なんかやっぱりそういうのってすごくない？なんでわかるんだろうね、ワンちゃんはそういうの。なんでそれはわかる、サトシ。なんでわかるのかとかは。確かに。さすがにわかんない。なんか、ワンちゃん抱っこしてて、あれ、こいつ、他人とは思えないなみたいなことだよね。なんか、こいつ見えてんな、みたいな風な。全くわかんないです。あ、それはわかんないか。それこそ、わかんないですけど、犬、見えてるっていうよりか、鼻いいじゃないですか。匂いがなんかとかあるんじゃないですか。確かにな、そっちの線だよな。匂いも連れてきてるってことなんか、じゃあ。匂いと姿がついてくる。霊臭とか言うよね、よく。ああ、臭いとかね、なんか独特な匂いするみたいなのあるよね。そういうのを感じてんじゃないかな。はあ。匂いでそのなんかいるみたいな風になってるってことなのか。じゃない？はあ。と思いますね。じゃあ本当ワンちゃんがこの指摘してるのは正しいことかもしれません。そうね。はい、ということで李さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。どんどん参りましょう。はい。続いて。大岡由美子さんからいただきました。大岡由美子さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。おかずりの皆さんこんばんは。こんばんは。とても怖い心霊的な写真が撮れてしまったので、助けてください。助けてください。大丈夫か？これ我々に助けを求めてます。スイーパーズだね、これは。俺たちが絶対助けるから、本当に信用して。大丈夫かよ、お前。たどたどしく言って。2023年6月23日に夫と静岡浜松のラーメン屋さんで撮った写真です。私がスマホのインカメで私と夫とラーメンの写真を撮っているのを、夫が撮っていた写真にとんでもないものが写ってしまったということなんですけれども。だからその、こう撮ってるのを、その様子を旦那さんが撮ってるという、その写真にやばいものが写ってしまったということなんですけれども、助けてくださいって言ってたら。助けてください、やばいな、大丈夫か？相当恐ろしいものが写ってるんじゃないでしょうか。見ていきましょう。こちらです。はい。美味しそう。うまそうなラーメンですね。いいね。ビールなんか飲んじゃって。これは最高だな。もう写真なんか撮ってないでもう早くもう食べないで伸びちゃうっていうの。いや、ちょっと楽しかったね。これ旅行でね、行って楽しかったのよ。有名なラーメン屋さんの可能性あるよね。ああ、そうか。こうやって写真撮ったりなんかしてね。そうだね。確かに。これちょっとお店の情報なんかないか？なんいいよ、そこは別に。チャーシューは薄切り。うるさいよ。すっきりとした顔立ちの。顔立ち？女性。そっち見てたの今。そして絶対ラーメンだったけどな、最初チャーシューって言って。で、世界一周の。いいよ、よくある、この広告のやつ。居酒屋とかで見たことあるけど、いいよ、そこ。そこなのか？そこにあんのなんか。ゴールデンウィーク無給で営業してるという。いいよ。それがなんか、霊障ってこと？とんでもないものが映ってるんですけれども。ちょっとわかんない。わかんないですか？ちょっと拡大してみますね。はい、そこ？はい、いきます。普通だもんな、ほぼ別に。うわ、怖っ、何？やばい、怖っ、顔？この女性の顔が、ちょっと信じられない顔になっちゃっている。何これ、やばいね。これは助けてくださいって言うわ。これやばいよね。怖っ、何？さとしくんわかります？顔が全然変わってる？写真のところです。はい、そう。これちょっと気持ち悪くないですか？これ怖いね、めっちゃ。これも一人で見た時に僕ベッドから飛び降りました。飛び降りた？おお。で、もうスタジオにこう急いで。これを助けなきゃいけないっていうことで。あ、そう。あ、今日はこれですけれども。そう。これめっちゃ怖いんだけど。こちら解説いただいておりまして、私が持っているスマホの画面、自分が写っているインカメの写真が、呪怨のような怖い顔になってしまいましたと。なんか変な顔になってたね。妹の友達に見てもらったところ、3ヶ月以内に死ぬと言われてしまいました。やばいじゃん。で、3ヶ月は過ぎましたが怖いです。天国から鑑定よろしくお願いします。嘘つけよ。誰が送ってきてたの？あ、ごめんなさい、そうです。ご存命だから絶対に。3ヶ月は過ぎましたが、怖いです。大丈夫だったみたいですね。ああ、大丈夫だ。なくなってないってことね。で、鑑定よろしくお願いしますってことなんですけれども。これ、佐藤君的にはどうでしょうか？ちょっとこれ、写真自体がこうなってるのは、なんだかわかんないんですけど、この人自体にはついてないんです。あ、ついてない？ほう。だから携帯が呪われてる可能性があったりとかするってことか？っていうこと？で、僕ね、何ですか？ターチャイが、ちょっと僕、いっぱい携帯調べたんですけど、いっぱい携帯を調べた。これ、ちょっとね、どうした？あれ？理由が分かってしまいまして。あれ？そうなんですか？こういう顔になった理由が分かった。申し上げにくいのですが。申し上げにくい、はい。携帯の写真インカメにしたときに、拡大したり、縮小したりする、ボタンがあるんですけど、そのボタンと、目が、完全に重なっちゃったんじゃないかっていう。奇跡的にそれがちょうど重なってるってこと？そうなんです。はあ、はいはいはい。で、ボタン、なんかそのボタン？そう。拡大縮小の。そうなんだ。これはさ、こう見たらさすがに震えますよね。いや、確かに。これは見え方がちょっとね、奇跡の一枚ってことだ、これは。奇跡の一枚が撮れちゃったんじゃないでしょうか。ミラクル心霊写真ということで、これはすごいな。多分僕しか気づかないんで、いろんな人にやってもらっても全然構わないですから、これ。何よだよ、お前。これ心霊写真ですってこと見せてもらっても構わない。いや、そんなことでみんなわかるんだろ、これ多分な。いや、けどわかんないんじゃない？写真が撮れた！3ヶ月以内にってなっちゃった。俺もほんと最初見た時に、ガチやっばこれって思ったのよ。で、それなるわ、これ。俺も3ヶ月以内に死にそうと思ったの。この写真を見て、感想が。全く同じ感想を抱いたってこと？そう。この写真はなんでこうなったのかわからないんですけども、女性にはついてないですよ。安心してくださいってことですもんね。ということで、これは、素晴らしい。奇跡の心霊写真になったんだと思います。全く心配しなくていいってことね。あなたは長生きします。本当に、よかったよかったこれは素晴らしい掃除。救えたね。素晴らしい掃除です。これは救えました。助けましたね、これはしっかりと。よかった。大賀由美子さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。どんどん参りましょう。はい、続きまして、村上涼子さんからいただきました。村上涼子さん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ターチャイさん、お忙しいのにお返事ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。うん、あ、ごめんなさい。本題に入ります。この写真が撮れたのは、先月の、10月27日、うん、夜中の、和歌山の磯の浦という海で、撮影したんですが、なぜか撮った後に気づいたんですが、誰が見てもわかるような、点というやばいものが映ったそうなんですけれども、ちょっと怖いですね。うん、なんですか？誰が見てもわかると言ってますから。すごいね。見ていきましょうか。うん、こちらです。うん、はい。はい。今見ていただいているお写真なんですけれども、どうでしょうか？誰が見てもわかる？なんだ？僕パッと見てわかりましたね。え、本当に？はい。なんだろう。ちょっと大きくしてみましょうか。はいはいはい。なんかもや、足なし？はい。足がない？右足？今気づいたと思いますけれども。消えてるってこと？完全にですね、片足がなくなってしまっているんですね。本当だ。右足が？はい。靴もないもんね。靴もはっきりないですね。本当だ。これはわかるわ。完全に消えちゃってるんですよね。うわー、マジか。はい。で、まあこれ本当まさに誰が見てもわかる写真をいただいたんですけれども。わかったわ。ね、これすごいよね。で、消えちゃってる。はいはいはい。そう、僕の中で体の一部が消える系は守護霊の警告を強く言ってるんですけれども。よく言ってるよね、これはね。サトシ的にはどういう警告なんでしょうか、これは。サトシ、いや、警告かどうかわかんない。サトシ的にはどういう警告じゃない。本当警告かどうかわかんないんですけど、海のところに何人かいるんですよ。おお、海の方、奥の方か。奥の方、この、一番パッて見て思ったのは、このワンちゃんとその人の間に、パッていうのが分かって、あと両サイド。両サイド感じなんですけど、3体いるってこと？そうですね。3人は見えますね。じゃあこの足が消えたみたいなのは、それが影響したのかなっていう。はあ、逆にその3体がいるから危ないよっていうことで守護霊の人が警告したとかいう可能性はないですか？お願いします。やめるぞ。この人自体の守護霊は多分強いと思うんです。結構ほうなんでやっぱ警告も結構あり得るんじゃないかなと。ありがとう。可能性としてそれは捨てきれないと。まあでもそういうことなのか。なんか右足なんか悪いもの感じたりする？消えてる方に。いや、悪いのは感じないですね。あ、本当。はい、ということで、この写真に関しては、おそらく、まあ、サトシ的には3体見えて、守護霊も強いので、もしかしたら守護霊が守ってくれたお写真なのかもしれません。ということで、村上涼子さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きまして、ゆきちさんからいただきました。ゆきちさんどうもありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。いつも娘と楽しく見させていただいています。ありがとうございます。おかすいさん。はい。心霊で怖いのかと思いきや、面白いので大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。それを売りにね、やっております。ところで、今回とても気になる写真を高校生の娘から見せてもらって、気味の悪い写真だったため、これはおかすいさんだ、と、娘と早速、送らせていただきました。ありがとうございます。ということなんですけれども、で、この写真は、私の母校で、高校生の娘も同じ学校に通っているのですが、部活の部室で、以前からコンセントが刺さってないのに勝手に音楽がラジカセから流れたり、ドアが勝手に開いたりと、いろいろ気になることはあったんですが、後輩のこの B リアルというアプリに撮ったことのない部屋の写真が入っていたということなんですけれども、怖いね。ちょっとね、撮ってもない写真が流れてくるなっていうのはすごい怖いことですよね。気味悪いね。はい、ということで、まず見ていきましょう。こちらです。はい、うわー、何？顔映ってないですか？これね、顔映ってる。顔映ってるね。映ってる映ってる。顔があるね、これ。これ気持ち悪いよね。これ怖いな。顔だぜ。しかも撮ったことないでしょ？撮ったことないんだって。ここと、僕はこことここに見える。これね、もう鼻と口だよね。うん。これが鼻だよね。それですか？あ、それか。いや、俺この鼻の穴2つと口。これですか？そう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 。確かに。あ、そうだね。リアルな人の顔というか。本当だ。気持ち悪いね。大きい顔、人の顔に見える。うん、あれが鼻、あの白いやつが。そうそう、でもそうだね。こっちなんかちょっと下からのアングルの写真な感じがするよね。二風に見えちゃった俺は。これ気持ち悪いこれ。これ撮ったことのない部屋での写真が写っていたってことなんですけれども、この部屋自体も知らない。ということなんじゃないかな。見たことないってことなのかな。うん。気持ち悪いね。撮ったことのない部屋で写真が撮れていてってことなんですけど、でも解説なんですけれども、はい、で今娘さんの後輩の、子が撮った写真に、撮ったことのない写真が撮ってたんでということで、娘さんに流れてきたのがこの写真だということなんですけれども、で私もお母さんですね、高校の時に音楽室に何とも言えない表情をした上半身だけの女の子を見たり。黒い影が集まる部屋があったりと、隣に川が流れている高校なので、集まりやすいのかもしれないのですが、この写真を見ると4人の顔があるように感じますと。わ、4人もあるか。でその中の1人がとてつもなく怖くて不気味で、よくないように感じています。おかついさんはどのように見えますか、ということなんですけれども、サトシがもう見てますよ。これ大丈夫か？サトシどうすか？これめっちゃ怖い気するんだけど。いやどうなんでしょうっていうところです。はい、なんかこう悪い気を感じたりは全くしないんですよ。で僕がいつも見てる、その霊のこう物質的にもなんか違うんですよ。だからここに写ってるものが何なのか分かってないです、僕が。写ってはいるの？何かを。この下のさ、これ見てるでしょ、ここのやつとかどうなの？完全に人にしか見えないね。人の顔にしか見えない。これシュミラクラとかじゃないよね。こうなってくるとな、リアルな人、本当に。違うんだ。僕が見えてるものよりももっと見えてる人からしたらこういうふうに見えるのかもしれない。まだ能力が足りないってこと？サトシの能力がってこと？サトシの能力が足りない。これ普通にこれ見えてないんだとしたら目が悪いだけだと思うんですけど、だからこれを例として見えないってことでしょ？あ、そういうことね。分かってやるけど例として見えないってことか。そうです。じゃあたまたま誤作動で映っちゃった可能性の線もあんのか。まあね、その線はありそうだけど。仮に例だとしてもサトシ的になんかその脅威を感じないということは、まあほっといても大丈夫そうってことだよね。そうですね。ほう。なるほどな。インパクトはすごいよね。いや相当怖く見えるけどね、これ。見える。終わりと思うよね、撮ったら。俺ですらキャーだよ。ああ、見た時これキャーってた。いやそうよな、これね。ベッドから飛び降りたもん俺。またなんだそれ。だから一枚一枚やってんの、スタジオに。一枚一枚やめて。やってます。一枚一枚集まんなきゃいけなくなるから。いやそうですよ。まとめて56枚で撮るから。この衣装覚えといてみんな。いやいいよ、めんどくせえな。一個一個撮ってるわけこれ。飛び降りた瞬間にもう来てる。効率悪いからそれさ。いやすごいね。まあサトシ的にはおそらく大丈夫じゃないかというお話でしたのでね。見えないんだもんね、だって霊が。すごいね、あの目で見えないですから。そうだよね。かあ、なるほどね。これもある意味貴重なね、ちゃんと。よかったよかった。掃除ですよね。けど逆に今回あれですね、はっきり見えてやばいってやつが意外と大丈夫みたいなケースが多かったですよね。いやーでも素晴らしい、これは本当に。素晴らしいですね。はい、ということで、ゆきちさんありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、心霊写真見ていただきましたけれどもね。我々もさ、僕たちもね、この前とうとう、もうこれは本当申し訳ないけど取れましたね。いや、取れたな。取れたでいいね、これは。取れたでいい。サトシ的にもすぐにお払いしなさいっていうことで。確かに。完全にお払い行ってきましたもん。うん。早急に。あまりにも怖かったもんね、これは。うん、ターチャイさんが一番怖かったかもしれないけど。あれ怖かった。また豚逃げしましたもん。で、久しぶりに。久々に見れて嬉しかった、俺は。あの逃げが。ブヒ逃げ？そう。うわーって逃げてたもんだってね。橋の外に。いや、橋の外に。もう痛くなかったね。本当に。で、なんか、サトシがなんか逃げるのがすごい寂しかった、俺は。で、みんなでちょっとターチャイを避けるようにこういたもんね。ちょっと一定の距離を保つように。あれ悲しいよ、あれ。いや、で、怖いもんだって。一緒にいたらなんかね、なっちゃうんじゃないかと思うもん、やっぱり。鍵元金だーじゃん。そうとは言わんけど、ちょっとね、あれはね、怖かったです。ジョンタもちょっと逃げてたもんね。いや、それみんな逃げるって怖いもん。避けるよな、あれはな。いや、そうですね。本当に。過ぎたよな。でも、再確認した。うん、あ、今年もおかすい死んでいけます。お、そう、確かにね。うん。一発目であれが取れちゃったから、今年の一発目。取れたね。うん、2月のプレッシャーすごいんじゃない？いや、そうだよ。まあ、イベントもしますから。はい。ぜひぜひね、イベント、3月30日、大阪で、ロフトプラスワン、ウエスト、さんでイベントしますので、ぜひぜひお越しください。よろしくお願いいたします。お願いします。そして、採用された方にはですね、おかすい特製ステッカープレゼントいたしますので、ぜひぜひお送りしてください。よろしくお願いいたします。お願いします。以上、おかすいでした。あれ？とんでもない心霊写真で、来月とかも楽しみだぞと、そこのあなた。ああ、まあそりゃそうだね。チャンネル登録と高評価、ペロリンチア。